エロいでしょう。めちゃめちゃセクシーですよね。ミニクーパンチャンネルプレゼンツ。ダビバン買ったよ。実はフライパンを新調しまして、鉄のフライパン、20センチ。そしてこちら、ダビティ。持ち手の部分が厚くなるんで、革の持ち手、ケースは何色にも染まっていない生成りのハンプの巾着をケースにしています。ダビッディ純一ダビッドソンさんがプロデュースするフライパンですね。買ってしまいました。いろんな候補があったんですけど、まあ20センチぐらいの鉄のフライパン、うん、チャンネルダビッドソンコンプリートするぐらい見てますんで、本当もう応援のつもりで購入させていただきました。お値段はね、純ダビ税が乗ってるんで普通のフライパンよりは若干お高めだと思います。こう、まあ、自分色にね、これはあのブルーシンシアというメーカーのカバンの持ち手を使ってるんですけど、こちらの純白の巾着袋、ダビパンの販売サイトに持ち手もあるんですけど、ちょっと色が派手かなと思って、こっちのダークブラウンの本革の持ち手にしてみました。ダビパンと合わせて概要欄にリンクを貼ってますんで、興味がある方は見てみてください。油慣らしも終わって、まだ何も焼いていないバージンフライパンです。エロいでしょう。めちゃめちゃセクシーですよね。今夜はこれで牛のステーキを焼きたいと思います。なんで記念すべき第1号がミックスベジタブルや。最悪。バージンは牛ステーキにあげる予定だったのに。終わったわ。マウス。うわ。1プロジェクト A かな。あとんとひんとひんとはんとひんとほんとほんとぱらずとぱっちひたいぱーおいとんさうとなっとかいやさうとなっとめいやおとんはるんとひんとひんとぼいはんおいとんぱーっといかけぱっぱーとでほんやんさうとかけ
レアじゃねえ、まだちょっと食ってみようか。よっ、1プロジェクト A はレアですね。うん、うまい、うまい。ポテト中冷たい。ダピパン買ったよ。